皆さんこんにちは。匿名希望でございます。高画質でお送りするゼノサーガエピソード1パート47です。前回はですねと言いたいところなんですが、一旦あらすじは置いといてですね、このサムネイルをご覧ください。このシオンさんの水着姿、本パートでこれをね皆さんにも見ていただけるということで感動しております。とても楽しみでございます。さあそんな楽しみの中、このコーナーから先に参りたいと思います。お預け感がすごい。本日のイラスト屋のコーナーです。こちらのシルエットをご覧ください。人の前に丼が置いてある。それはわかる。問題は彼が何をしているかだ。なんでしょうね。怖いなこの人。回復量がなかなかでかいからね。でも105か、なんとかしのげるだろう。ナイスクリティカル。決めたい、ここで決めたい。ケイオス君が全然ダメージソースになっていないところから見ると、相手本当エーテル防御高いんだね。菩薩将、どうだどうだどうだ。まだか。ちょっとケイオス君危ないかなこれ。あ、連続だ。おお、ほぼほぼリセットかな。カラスロットよく回ってくるね。次シオンさん回復だな。ねえ、ちょっとケイオス君エーテル技で攻めてみようかな。炎の羽。あんま効かない。もう一回。なんとか回復分はチャラと。あーブースト。これは際どい。回復された分をねチャラにできないんですよケイオス君では。なんかだんだん硬くなってないかい相手。菩薩将、いいダメージいってるよ。でもう一回こいつ。行きます。いいね。
よし倒した。あーよかった倒せた。ルックス 5% 低下。死を洗浄して。倒せた。うん強かった。さあアイテムとももちゃんのライフショットで回復をしましたよと。罠重要だね。さてあれあいつは多分ゴミ箱の中にいるんだよね。ゴミ箱の中に隠れたんだろうね。中から鍵がかけられている。あれ出してくれない？もういないよ。大丈夫だよ出ておいで。あれどうやって助け出すんだろうこいつ。ちょっと後回し。あら金庫を中に俺の宝が。ナンバー写真たち。お父さん、なるほど。はいはい写真？写真はこれじゃなくてなんかあんのかな。どこの写真だ。写真誕生日。あ多分上だ。これで上に行けるんだ。こっちはタレントポイント獲得量アップか。シオンさん限定っぽいね。ね。いやちょっと厳しいかな。まだそんな余裕はないかな。頑張ってみるかい。キャラクターでシオンさんの防御力を上げときましょう。上げました。じゃあ装備でバトルスーツ外して着せてみよう。写真って何の話だろうね。カウンターのさ裏とかにさつけてないのか。写真はいろいろあるけれどもこれじゃない。結構ねこのゲーム当たり判定シビアなんですよね。もう動かないのね。ここじゃないしこれでもないし。じゃあ上に行きますか素直に。お父さんああなるほど。これで多分アイアンマンの上に行けると。ちょっとこの回もう少し調べたいかな。おおおお。あここから上に出られるのか。はいはい。わあいつもリポップしてる。どこここここどこ。一体何なんだこの空間は。この空間何なんだ本当に。
あ、なんか見える。見えるけども、あ、何？なんか光ってるけど何あれ？裏にいるよ裏に。なんか光ってたね。光ってたね。あ、違う違う、アイロンマン、アイロンマンの上。よいしょ。あー、落ちる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 。よいしょ。はい、上に来ました、上に来ましたよ。ちょっと画面暗いな。あれ、上に来たけど、上に来たけども、上に来たけども、あれ、なんかないのかここ。何の意味があるんだろうここ。はい、はい、よ、はい。あ、戻れない。もうなんかストレス発散しとこ。あ、水着着てる、水着着てる、シオンさん水着着てる。うわー、シオンさん水着着てる。よし、これでいこう。誰も怪我はないですか。いいなー水着、いいねー。ちゃんと戦闘に反映されたね。ありがたや、ありがたや。じゃあもう一回ちょっとアワートレジャーの2階に行こうか。じゃあこっちは一体何だったんだろう、この上とかね。これか。10月28日、我が家の天使の誕生を祝って。じゃあ1028。反対側は何もないね。じゃあ一旦こっち行こう。あ、これはあれか、ゴミ箱の裏に行けるのかな。かな。いけた。やあ、助かった。いきなり怪物が襲ってきてよ。もうここに隠れるのが精一杯だったんだよ。このままゴミと一緒に死んじまうのかと思ったぜ。ありがとな。残り11人、結構いっぱいいんな。倒そう。さて、1028だったね。1028。はい、どうも。あー、怖かったよ。お父さんが、お父さんがクノーシスにやられちゃったの。あ、
あ、どこ行くの？どこ行くの？あと10人。何もないんだね。何もないんだったね。へえ、何もないんだ。そっか。いやでもあなたは娘を救えたよ。よかったよかった。ではね、残り10人11人くらいなので、クリーニング屋さんの方に行ってね、残りのね人命救助を行っていきましょう。でちょっとね、あの収録外で少しタレントポイント貯めてたんですけど、シオンさんがね新しい必殺技をね覚えました。四角四角につけてあるスペルブレードです。これあの後でお見せしますね。ね、どんな技だろうか。これね、単体近接斬 B、 ビームブレードできるビーム兵器ってことかな。では隣のね、フロアに行って救出しよう。多分このタイミングでいろいろ取り逃したねやつをね倒す、取り逃した宝を取れるって言おうとしたら、なんかあれだ、銅像をめちゃめちゃ嫌ってる人だ。助けてあげよう。ではね、シオンさんの新しい技をお見せしていこうかなと思います。こっちでいいかな、四角四角丸スペルブレード、血筋か。技の最中に一句読むのは血筋か、うずき家の血筋なのか。さあ助けましょうか。あ、壊せるのこれ。ほほほ、助かったわい。このままわしも銅像になっちまうとこじゃったわ。本に生きるぞい。おじいちゃんのその服装は何なんだい。あと9人。ここは登れなくなっているんだね。上のこのなんかこの辺を占拠しているキングだっけね。なんかその倉庫があるけど、あ、ここ下ろしといてよかったのね。先に下かな。あれ、なんか新しいぞこいつ。見たことがない、見たことがないね。敵だよこれは。ワーム、うわー気持ち悪い。気持ち悪いね。どっちが効くんだろう。ちょっと取っとこう。こっちかな。あー、近距離だね。近距離のが効くね。 R ドリル。スティングスロー。うわ強い。え、みんなスローなの。スペルブレード。ただこれで決められるかもしれない。相手のライフ見ていなかった。みんなのねライフゲージが邪魔でね読めないのよ、上の部分が。勝ってるかな。勝てた。厄介だな、全体攻撃でスローか。こっちもね、いいデータが取れてる今。あんまり美味しくないのね。わあ、パン屋もめちゃくちゃだ。とりあえずグノーシスは潰していこう。あ、この技見せてないな、そういえば。はい、これが氷紋章です。はい、これが氷紋章でした。塞がってる。こっちからは出られなくなっている。これで上の階に行けるか。おお、軒並み階段が潰れているから、やっぱクリーニング屋さんの中通って上に行けってことなんだね。あと9人もこのフロアにいんのかな。あ、死なせはしない。エンディングオープン。
なんだこいつ、ラルバフェイス。いや、とりあえずラルバドール全員倒そう。ハンゴン変化、これは普通に攻撃できるだよね、一応ね。あ、ダメだ、こいつもダメだ、こいつもダメだ。アクアジスト S99 個になってる。えい、あ、こいつもこうやっていくのか。アクアジスト消費していこう。メディカレスト結構ね EP 取ってくのよね。ほう、よし、いいデータが取れたわ。はあはあ、なんだろう、相手の攻撃見とけばよかったかな。ちょっとアクアジストがすごい余ってるので使っていこう。大丈夫？どうしよう、息子が家出しちまったんだ。このままじゃ怪物に食われちまうよ。え、あんたが探してくれるのかい？ああ、よかった。お願いだよ、必ず助けておくれよ。ダッシュしてったね。あと8人。あ、なんだろう、こっち最初行けなかったね。 EP トラック、どこまで続く？あ、何ここ、何ここ、ここは未だ猫、未だかつて行ったことがない場所。ふぎゃー、大丈夫？あ、洗濯物が、洗濯物が、下にもいる。え、どうした、どうして突然見失った。攻撃の仕方気持ち悪、この人。何箇所かあるのか、こっちもこっちもある。あれ、何、誰。おお、怖かったよ。ここに隠れてたら怪物がやってきて出られなくなっちゃったんだよ。もう家でなんかしないよ、お母さんの言うことも聞くよ。構成されていくね。この事件をきっかけにさまざまなところで子供が構成されていくね。で、よいしょ、降りた降りた。で、ここにあいつがいる。あ、こいつがいる。あのトラップがない。例のトラップがない。これかポイズンバブル。みんな毒、うわー、みんな毒だ。回復がないのはありがたいけど、あれだね、だいぶ毒が邪魔だれん。全体か。あ、こっちにあったんだ、こっちにあったんだ。おお、おお、ちょ来ないで。あ、待って、ここ通れんのかな。あ、通れない。あー、当たっちゃった。そっか、上に行けないんだね。キャー、いやー、来ないで来ないで
回っていくしかないね。で、次はじゃあここから入んのかな。おお。こっち側にいるのね。はいはい。思いのほかみんな無事だな。結構トロールか。おお、こいつか。いろいろとトラップがあるな。来るな。クソ、貴様らなんぞにこの店を荒らさせはせんぞ。パン屋の店長さんだ。抗ってるね。あ、下に降りられるようになってる。え、前行けなかったのに。そうか、柵がなくなったのか。ここにある。おそう。あ、そこでそうなる。へえ。これであれか、いけるようになるのか。違う。あ、でここもまた戻れるようになる。ラーメンの油をまとめる人のイラストでした。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。